どうもこのまるです。キータロです。今日はおかけ雑とシャープ15-2の4について話していきます。前回はあの天君と社長 あのお話しして、社長からこういった理由でっていうのをさ伝えられての、天君のこう、まあ、こらえきれない涙っていうところでね、うちら終わったんだけどよくそんなところで止まってる、うん、うちらいや本当に、いやなんかすごかったね。うん、なんかさ、うん、自分たちでさこれ収録して、まあ、あの作り終わったやつとか、まあ、聞くじゃん一応、うんうん、自分たちでなんか泣きそうになるよね言ってるのに。わかる。なんなら編集しとる時から泣きそうになるからここはやっぱなんかちょっと辛いシーンであったよね。そうね。でね、こっからはあの天君が合宿の宿舎的なところに戻ってっていうシーンからなんだけど、まあここもね、うん、ここも第3の波だっけここ。うん、そう、もう耐えられないんだけど大丈夫かな。で早速ね、天君がこう戻ってって、まあ、最初に会うのがルイ君か。でなんかハグみたいな、ありがとうって言って、で天君から頑張ってねみたいな。ルイ君もなんかどうしたらいいか分かんないみたいな感じでもありそうじゃん、ちょっと。そうだね、なんかもう、うん、髪の毛かき上げてね、なんかちょっと、うん、なんか何とも言えない感じだったよね。で天君がさ部屋入ろうとしたらさ、あのもうなんか笑顔でなんかいつも通りいようみたいな感じにしたのかな。なんかシュントとさ、うんうん、マナトがさ結構笑顔でさ、うん、やっと来たねみたいな感じを醸し出しながらさ迎え入れるじゃん。うん、なんかさっきまでマナトとさトイレとかで泣いとったんよ。いやそうだね、やばいよね、それ考え出したら。確かにシュントとかも布団にうずくまっとったしね。うわ、でもその笑顔で待ち受けてるけど、もう天君はさもう構えるなお前らみたいな、うんうん、もうそれが構えてるように見えちゃってバレてるでその後はさ、まあ、ラン君からこうハグみたいな、うんうん、そっからレイちゃんがさもうさすでにレイちゃんねこうハグするとこあたりからもう涙目なうん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 、で俺も混ぜてほしいって言って、いやもうなんかさすすり泣きみたいな、なんかそういう鼻をすんってやるようなところとかあるから、あーなんか誰かが泣いてるんだみたいな、うん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 、で天君が3次審査の時からありがとうって、あそっかいやまじ同じ待ってそうだったね、あれだよね、あのウィンズの曲でやったチームだよね。うん、そうだ、だってラン君とさ天君でさレイちゃんのダンスめっちゃやってたじゃんね。あーそこもうすぐ出てくるんだね、しかも、やばいやばいもう思わぬところで泣きそうなんだけど待って待って、いやそうだそうだ、なんかいろんなチームでやってるからさ、なんかあそっか合宿前このチーム合宿前一緒だったじゃんこの3人みたいな、やばいじゃんちょっと、はあ、そうだね、ほんとそうだったね、うん、ああそうだそうだ。で天君はさまだ音楽続けるかわからないけど、今回の合宿で追い込みすぎちゃって自分のこと嫌いになっちゃってやばい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 、止まる止まる止まりますよ、リュウちゃん泣いてるもんだってそうそうそう、いやリュウちゃんの頬に涙伝ったんよもし俺が音楽やっていたらまた会おう、やばいねやばいね、みんな泣いとるもんね、だってでリュウちゃんがこう来てハグするけど、天君がねリュウヘイありがとうって、リュウヘイが泣くと思わなかったって言って、リュウちゃんはここで本当に申し訳ないですって言って、自分だけ毎回チームの中の美味しい順位だけをもらって、結局チームを勝ちに導くことができなくて申し訳なくて、人を変える影響力っていうのを天君は持っているから、そういう才能を絶対に無駄にせずに音楽を続けて愛してほしいって思っています。やば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 なんかさ音楽続けるかわからないけどって言ってんのを聞いて、そこでもうすぐさ音楽を続けて愛してほしいっていうりゅうちゃんの感じめっちゃいいね。わかる、りゅうちゃんがこんな感情をさ出すの、うん、やばいね、やばい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 だからなんかあれなんかな、やっぱさ仲間だから仲間が一人減るみたいな感覚になるんだろうね、うん、きっと音楽をちょっとやめたみたいな感じになったら、うん、いやそうだね。でしかも天君はさ才能もあるし、そういう影響力もあるし、だからやめないでよって、うん、涙ながら言ってくるりゅうちゃんやばいよ。だから
でレオくんがお疲れって言って笑顔でさ、うん、ギューしてくれるじゃん。でレオくんがお前の努力あーあーとか言ってお前の努力はみんなが分かっているからって言いながらさ、もうちょっと泣きそうになるじゃんレオくんも。うん、お前が一番頑張っていたよってやばい収録できないよこれもうこだわるさんもついに止まりだしたから、うん、この感じやばいね。ちょっともうここから鼻声で多分お送りすると思うんですが、ちょっと許していただきたい、うん、でさらにさ、そこでさ、シュンとがさ、なんかさっきもちょっと泣いてるなと思ったじゃん。うん、下向きすぎて一瞬あのチェックシャツはシュンとだろうな、でももう顔が見えないと思いながらさ見たんだけど、いよいよここでさハグして、音楽絶対やめないでって、この合宿始まる前もずっとテンテンいると思ってもっとレベルアップしているところ見せるから、だから絶対音楽やめないで。くー、なんかさコメント欄でいただいてたけどさ、そのレオくんがさテンテン、天くんのことを小学生ぐらいから知ってたみたいなこと言ってて、あれだよね、シュントも知ってたんだよね天くんのことね。うんうん、うん、っていうのをさ、なんか知った後これまた見たらまたなんかもう、いやそうだよ、その幼い時から知ってる仲間だもんね。音楽絶対やめないでって言うのもすごいなと思ってね、引き止めようとしてくれる人たちって感じだからさ、なんかうん、仲間だからこそみたいな。いや結構深く知ってないと言えなくない、そんなこと。あ、そうだね、思った。なんか上辺の言葉には聞こえないよねこれね。なんていうんだろう、本当に音楽を愛してて音楽のことが好きな人たちの言葉だなっていう。だし なんていうんだろう、その天君との関係性もやっぱ深いからこそ言えるみたいな、なんていうんだ、なんか仕事上の人だったら仕事上なんないけど、そんなこと仕事上の人とかそれぐらいの距離感の人だったら、いや言わないなって思うよ。私だったら言わない、まず。うんうんうん、だって別になんかお疲れみたいな感じだもんね、なんかそういう人だったらね。うんうん、うんうん、まあ別に、でもそれもなんか別にそういうのも全然ありじゃん、なんていうの、うんうん、なんかどういう選択しても応援してますよっていうのも全然よくあるし、うん、それもなんか正しいと思うんだけど、でも引き止めるパターンのやつも正しいっていう思うから、でもそれはやっぱ距離感近くないとできないことだからさ、やっぱあ仲良かったんだなと思ってさ、うん、確かにね、本当にそのそうだね、確かに確かに。で天くんがあと1週間頑張ってね、まだあるだろうから、でしゅんとが絶対受かるからありがとうって、でなんかさ、ここでさ絶対音楽続けるとはまだここで言わない感じも切ないよなと思ってさ。うんうん、そうだね、なんか嘘つかないのがいいね。うん、なんて言うんだろう、まだ迷ってるだろうから答えはさ絶対出てなかっただろうし、うん、うんうん、そうだね、なんかそこを思った思った、なんかあーと思って、でここでみんなが来て、天君の周りにみんなが来てこう、うん、ギューってするみたいで、翔太さんがこんなことないぜって、で天くんが嬉しいな本当にって、うん、こんなことないよね、確かにないない、自分囲んでこんな抱きしめられることないよね。ねえ、で翔太さんが愛されてるんだよ天はって、でマノトくんが天くんの頭をねなんか撫でるっていうか、病気も、うん、とだ、すごいあったかいとこだけどすごい悲しいシーンでもあるしね。うん、いやそうだね。で翔太さんの、翔太さんもなんでこんな時にこんないいこと言う、愛されてるんだよ天はって、なんかその自分のこと嫌いになってたってさ天くんが言ってたけど、なんかそういうのもね感じて言ってくれたのかな。あーそうだろうね、あーそうだね、うん、そういう人だね翔太さんもね。やっぱこういう脱落したりなんかしたら特に自分への自信ってめっちゃ下がるじゃん。そうね、自分への評価、その自分を嫌いになってましたって天くんは言ってたけど、その嫌いになってましたのこうパラメータがあるとしたらもっと下がると思うよ。もうもっと嫌いになるみたいな、うんうんうん、なんかやっぱどうしてもそこでね一瞬落ちてしまうと思うんだけど、気分的にも。そうだね、もう結果がそうだったらやっぱりかってなるもんね。でもそこでこう愛されてるんだよ天はって言ってくれる、なんかさ分からんけど、天くんじゃないから分からんけど、なんかそういう何気ない感じで言ったかもしれない一言がさ、なんかじわじわとさ心に残る時ってあるじゃん。うんうん、そうね、なんかふと一人になった時にね、なんかリフレインされたりね。そうそうそう、なんかそうなってるといいなって思うよね
やばい、やばいよ、とりあえずもう。ね、やばいね、本当に。あー、最高じゃん、もう出すと。何なの、ちょっとすごいね。ねえ、なんで終わったの？いや、もう1年前に終わっとるから。なんで見てなかった、本当に。で、一回こうハグが終わった後に、まあ、本当に頑張ってくださいって天くんが言って、みんながありがとうって拍手バーってして、うん、でレオくんが写真撮ったって言って、撮ろうよって言って、うん、なんか合宿一つステージが終わって、こうやって一区切りついた時に撮る感じのあの写真ね。でそこでさ、なんか写真撮ろうってなんかやってる時に、なんかマナトが天くんの首をなんかチョップみたいにするん、両手で。本当だ。しかもちょっと誰かがいてさ、シュントかな、シュントがいてちょっとさ、ね、まだ距離あるのにすごい頑張ってチョップしてるもんね。そうそうそう、そこちょっと和むポイント。かわいい、マナト。どんだけ愛されてる。スマホでザファーストポーズかな、これは。写真だけ見たらめちゃめちゃいいからな。いや本当にめちゃくちゃいい雰囲気っていうか、いい仲間たちだなって思うよね。うん。で、本当やかましいお前らって天くんがね、突っ込む感じ。そこもなんか天くんっぽくていいよね、なんか。うん。うん、で、まあ、天くんの支度が終わって、まあ、天くんを見送るような感じで、みんながさ、まあ、通路両端にみんながいて、お見送りって感じだけど、またここでさ、みんながね、集まり出すから。で、それを見守る社長ね。で、天くんがありがとうございましたって言って、いよいよね、玄関に来て、社長がさ、ナチュラルにハグするじゃん、うん、天くんに。で、ハグされながら天くんが本当に出会えて、日高さんのこと見られてよかったです。で、社長がありがとうって。まあ、この天くんがさ、社長に向けて話すときももうなんか泣き、ほとんど泣いてるような感じじゃん、声的にも。うん。うん、しかもなんかその声の感じがなんか、こう、いろんなものを取っ払った感じの天くんの声に聞こえてさ。かっこつけてる感じじゃない感じ。あー、そうだね。なんか、鎧を取ったっていうか、なんて言うんだろう。なんかいろいろね、戦ってた、オーディションの時の天くんってよりかは、なんか、そのままの天くんみたいな。そうそうそう、うん。すごい本心だろうしね。すごいファンだからさ。うん、いや、そうだね。で、みんな天くんをさ、ほんと、玄関あたりから見送るじゃん。もうマナットとかめちゃめちゃ真剣な顔で見とるからね。うん。で、天くんがありがとうございましたって言って、みんなに手振って、みんなも手振って、で、社長がさ、天ありがとうって。ね。天くんが外出た後にもう、さらにもう一声かける感じもね、なんかグッとくるね。うん。しかもすごい、社長も社長でやっぱり絶対これも本心じゃん。なんか参加してくれたことを、ありがとうだしさ、うん、でもどこかそう言った後こううつろな目というか、ちょっとね、寂しさも感じる、でも自分が下したからみたいな、そういうね、複雑な感じの目なんかな、やっぱり。いや、そうだね、もう一言じゃ表せない感じだよね、社長もね。でさ、なんか多分さっきから流れてたと思うんだけど、あのピアノバージョンのさ、ユーザーファーストがあってさ、もう、こういうオーディションのさ、こういうところのピアノバージョン大体やばいから。そうだね、プリュシリーズも脱落の時絶対ピアノバージョン流れるもんね。そうだ、ピアノバージョンもだからやばいんだって。ねえ、だってトゥーザファーストって結構かっこいいさ、激しい曲じゃん、うん、なんか闘志、うんうん、闘争心メラメラみたいな、うん、この曲のピアノバージョンなんてもうやばいよね、うん、でももうそれ以外さ、ゴリゴリしててもふさわしくないしね。オーバーポン、オーバーポン、オーバーポンポンとかってもうちょっとちげーってなるもんね。そうだね、ここはさすがにピアノだね。で、天くんがさ、乗り込んだら、まあ、いよいよそのピアノバージョンが終わって、オーバーポン、オーバーポンのさ、ちょっとイントロが流れ始めて、いよいよこう動き出したみたいな、もう次のどっちも分かれてお互い違う道へみたいな感じでね、うん、演出始まって、そっからさ、天くんのさ、なんか回想シーン始まるじゃん。やめてよって。もう回想シーンも弱いんだから。本当に、日高さん、何でしょう、見つけとか言って。ね、希望に満ち溢れたね、感じで。で、れいちゃんに教える天くんね、ダンスを。わあ、なんかすげえ、懐かしいな、走馬灯みたいな、なんていうんだろう。なんかうちらもさ、もうこうやってザスト追ってきて、いやー、こんなことあったなみたいな、なんか改めてね、思い出すね。
ね、なんかさ、これ見てるときはすごい面白い、これでこれもめっちゃ面白いなって普通に思ってたじゃん。でも、うん、どんどん面白くなるからさ、もうさ、なんかどうなっとるんかね。確かにこの頃はさ、やばいやばいって言ってたけど、合宿入ってからもっとやばいですよみたいなことを言われてたもんね。うん、そしたら本当だったからさ。マジじゃん、うん、しかもなんか想像以上だったんだけど。わかるわかる。でその回想シーン挟みながら、天くんがまあ多分インタビュー答えてるんだろうね。うんうんうん、多分悔しいと思う気持ちはあるんだろうけど、今すごく嬉しいです。日高さんが自分のことを気遣って落としてくれたのはすごく自分ではわかるし、俺一人のためだけにみんな集まって泣いてくれて頑張ってよかったなってすごく今思っています。この合宿で一番得たものって何ですかっていうスタッフさんの問いに対して、仲間ですって。ほんといい仲間たちだもんね。やっぱりしかも天くんはさ、社長が好きだからこそこう気遣って落としてくれたっていうのをこういろんな気持ちあるだろうけど、それをちゃんと分かってるのがすごいっていう。でその後、まあ、社長とみんなのところに戻って画面は、うん、合宿第二審査お疲れ様でした。いろいろなこと話し出すと長くなると思うし、いろいろな感情があると思うんだけど、もう一個確かな事実として残り1週間になりました。立ち止まってる余裕は俺にも君たちにもないはずなので、13時から集まっていただいて大事な次の話をします。それまでに気持ちを切り替えてください、お願いします。まあそうだね、本当に立ち止まってる余裕ないもんね。もうあと1週間ってなったらそれでもやることいっぱいあるしね。うん、そうだね、次の審査があるんだもんね。早いね。早い。なんかちょっと1日ぐらいこの余韻っていうかさ、この悲しみに浸らせてほしいって俺だったらなるかもしれんね。うん、本当に。でももうそれがオーディションだから、うん、ね、すごいね。なんか本当短期間じゃん、オーディションって。なんであんなにさ、オーディションってさ、みんな高級に成長したりさ、ね、いろんなドラマが生まれたりさ、うん、いろんな関係性がさ密にこう生まれたりするんだろうね。うん、いやすごい、やっぱちょっと普通の合宿とは違うよね。やっぱオーディションってなると特殊だよね、やっぱり。うん、うん、特殊な環境っていうか、うん、うん、すごいね。普通のただのダンス合宿とはまたなんか違う気がするよね。ダンス合宿、歌合宿とかさ、うん、いや、その参加してる人にしか分からないあれだとは思うけど、ちょっと想像し、うん、なんか想像できない世界っていうかさ、もううちらで、うんうん、には。いや、で次はさ、まださ、どういう審査か私見てないのよ、まだ。本当に切り替えて、でもめちゃくちゃかっこいいの見せてくれるんだろうね、次きっと。そうだね、もうこうやって乗り越えたボーイズたちならきっと見せてくれると思う。うわうわ、また最高とか言うんだろう、どうせ私たち。うん、それは言います。そうだよね。じゃあまたね、それの感想もね、うん、また撮るし見るし楽しみだなっていうことで、だからさ、次の追っかけジャストが楽しみだよね。そうだね。